中年オタッキーです。今日はねちょっと、露出の話をねしようと思います。以前の動画でもね2回ほど露出の話をしたことがあるんですけどもね、ざっくりになってくることもあったんでね、今日は詳しくね露出を極めるという形でね、話していこうと思います。それでは動画スタート。はい、露出を考えるときにね、EV 値っていうのがあるんですけど、 EV 値っていうのはね、同じような天気、同じような光線状態だったら大体決まってくる数字にはなるんですよね。で、僕のねやり方、僕は大体ねその露出計は使わないことが多いんですけども、分かりにくいときはね、スマートフォンの露出計を使います。これね、これはね覚える露出計っていうんですけど、今だいたいね14から15前後、EV 値、250分の1の F11 ぐらいですね。夏のね、天候がいい時だとだいたいねこのぐらい、ISO100 だと250分の1の F11 ぐらいになります。ただねそれは平均値なんですよね。被写体がどんな光線状態、どんな被写体にどんな光が当たっているのか、で適正露出っていうのはね大きく変わってくるんですね。だからその露出計の数字がね250分の1 F11 を指しているかといからといって250分の1の F11 で撮ればメインの被写体が適正露出になるかっていうのは限らないわけなんですよ。フィルムカメラは特にそうなんですけど、中央部重点平均速光っていうね速光方式のものが多いです。全面平均速光、古いのは全面平均速光とかもありますけど、で分割速光にしてもね、そんなに正確じゃないんですよ。一番ね信頼できるのはスポット速光っていうふうになってくるんですけどね、それでも微妙っていうことになってきますね。はい、あとこれからあとはねちょっと車の中に戻ってね、詳しい話をねしていこうと思います。はい、車の中に戻ってまいりました。ちょっとね全部外でやろうって一瞬思ったんですが暑くて死んじゃいます。そんなわけでね、まずねその適正露出っていう概念なんですけど、適正露出っていうのは一体何なの、何だか分かりますか。露出計の死滅数、こんなこと言ってたらチコちゃんに怒られますよね。ぼーっと生きてんじゃねえよ。結構ね写真を撮り出してそんなに間もない人もそうだし、もうずっとそういう人もいるんだろうけどね、露出計のね数字にねその頼り切ってるっていうんですか、もう完全にその露出計の数字を頼ってそれだけで撮ってるっていう人も結構いるだろうし、もう AE でしか絶対撮らないよって、補正も何もやってないっていうねという人もいると思うんですけどね。ここでちょっとね2枚のね写真をね、見てもらいましょうか。これ屋外でねちょっと上に向いて写真を撮ったんですね。建物の写真なんですけど、1枚目はね、中央部重点速光で、絞り優先 AE 絞り F8 ISO100 で撮ったものですね。これも建物がちょっと黒っぽくなってるのが分かると思います。シャッタースピードは確か640分の1ぐらいで切れてました。でもうこれ絶対にねその露出アンダー、建物が露出アンダーになるのが分かってたんですよ。なぜかっていうとね空が明るいんで、空に向けてその、カメラを向けて撮った場合、中央部重点速光、評価速光でも結構引っ張られますけど、空の明るさに引っ張られてね、露出絞っちゃうんですね。シャッターこの場合はシャッタースピードを速くする。そんなわけで2枚目の方、もう1枚の方は、マニュアルで撮影したんですけど、完全に山間露出で、このぐらいだったら258ぐらい、250の8ぐらいだろうと思って撮ったら、の写真が撮ることができました。これ2枚だけ撮ったんですけど、1枚目 A で撮って2枚目はねマニュアルで撮ったんですけど、通常その僕は普段露出計は使わないんで、
普段通り撮ってたら多分250の針でそのまま撮ってると思うんですね。で、まあ地面の方をね向けて撮ってるとね、あの確かにその EOS 5D Mark III のね中央部重点平均走行でもね250の針ぐらいできるんですよ。でも上に向けると、途端に空の明るさに引っ張られて、まあ、あの露出を絞っちゃう、シャッター速度が上がっちゃう、まあ、露出系の数値をね完全に当てにして撮ってる人、もしくはその AE で補正も何もなしで撮ってる人は、この引っ張られた数字で撮ってる可能性が高いんで、まあその明るいところにある被写体は黒く潰れてる写真が多いことになるんですね。で、まあこれはね、このこういう状況だけじゃないんですね。まあ明るいところでもその日陰になってたりするところがあるわけですね。で、その日陰にいる花を撮りたいときに、その評価速光とか中央部重点平均速光で写真を撮ると明るい方に露出が引っ張られてしまうんで、どうしても暗い写真になってしまうんですね。で、それだけじゃないんですよ。例えばね、ポートレートで半逆光で撮ったとするじゃないですか。半逆光で撮ったとすると、果たしてね、そのハイライト側に露出を合わせるのか、それともシャドウ側に露出を合わせるのか、シャドウ側のディテールを出したいのか、それともハイライト側のディテールを出したいのか、この辺のね制御はね、露出系とかね AE とかではもう無理なんですね、はっきり言って。だから普段からねマニュアル露出でその露出系の数値を見つつマニュアル露出の練習をする必要が出てきますね。まあ、露出を極めるということなんですけど、結局被写体に当たっている光を予測して現在その被写体を撮るために適正な露出っていうのは一体どのぐらいなのかっていうのをね、もう勘で見極めるようにならなければなりませんね。面積が比較的大きいものだとスポット速光で対応することが可能です。スポット速光に関しては、結構詳しくね以前動画にしました。スポット速光を使いこなせっていうねタイトルで、概要欄ちゃうわ、なんだっけ動画のね、なんだっけ、再生リストだ、僕のチャンネルの再生リストから、撮影技術っていうところにね行くとね、スポット速光を使いこなせっていうのが出てきます。スポット速光を使いこなせとその次回のね、その補足っていうのまで見ていただければいいと思うんですけど、基本的にそのカメラの露出系っていうのはね、露出系から被写体は見えてないですから、その露出系はね、このようなものは全てグレーだと思ってるんですよ。で、グレーに撮ろう、全部グレーに撮ろうとするんですね。そこをね、ちょっと、そちらの動画で詳しく説明しておりますので、そちらも合わせて、見ていただければと思うんですけども、自分がね、一番そのディテールを出したい、その被写体の、この被写体のここを出したい、それはね、その光がバシバシに当たってるところを出したいのか、バシバシに光が当たってるところに露出を合わせると周りは暗くなります。それでも構わない、そこのディテールが欲しいって言うんだったらもうそこに合わせなきゃいけないし、それともその、シャドウの部分、に合わせたいのか、シャドウの部分にね完璧に合わせると光が当たってるとこなんかもう真っ白に飛んじゃうんです。それでもそこに合わせたい、そういうことまで考えてね写真を撮っていくとね、写真じゃなくて作品になっていく、写真とね作品の差、ここはね露出で大きく変わってきます。ちょっとね、遊んでみたんでね、見てもらいましょうか。これですね、まあこれ手すりなんですけど、ちょっと光が当たって手すりなんですけど、光をの手すりの方に露出を合わせるとこうなるんですね。これもね、光が当たったエスカレーター、これ屋外にあるエスカレーターなんですけど、この手すりの方に露出を合わせるとこんな感じになるんですよ。これはね、その結局どういうことかっていうと、普通に露出を合わせると普段目で見たものに なると、でその光った方に露出を合わせて周りをアンダーにすると異次元世界に引っ張り込まれるんですね。結構大きいキーワードだ。この作品、この写真はちょっと平凡は平凡ですけど、まあ、あくまで参考程度にということなんですけど、露出をいじることでね普段見れない世界に引っ張り込まれたりもするんですね。意図的に露出を外すという技ですね。こういうこともね露出でね遊び出すとできるようになるんです。
結構ね、その作品投稿をねしてきてくれる方の中にもね、このもう露出で遊んでるっていうねエリアに飛び込んでいる方が結構いますね。まあ名前は挙げませんけど、まあ視聴者の方もしかしたら分かってるかもしれないんですけど、これをやるとねやっぱね、あの作品になってくるんですね。あの普段ねみんなが見てないものを見ることができる、その違った感覚に入れる、これがね露出でできるんです。写真っていうのはね、それは綺麗にね露出を合わせて普段通りに撮るっていうのもまあそうなんですけど、あえてね違う世界を引っ張り出すことも写真はできるんですね。露出を極めるというねタイトルで今回、やりましたけど、まあこんな感じになるんですね。適正露出が適正露出というわけではないんです。適正露出を追いかけることはもちろん大事ですし、被写体のディテールを出すためには、あのまあポートレートとかでもそうですけど、肌のディテールを出すためにはね、あの肌に完全に合った適正露出で撮らないといけないんで、そこはね入射光式の露出計を使うとか、スポットソックを使うとか、そういうので対応していくんですけど、あえてねあのほとんどシャドウで潰して、ほとんど大半をシャドウで潰すポートレートとかもあるわけなんです。その方がねイメージが引き立ったりするんで、適正露出 AE で遊んでるばっかりだけじゃなくて、マニュアル露出でね意図的に露出を外して、違う世界に、ね、ちょっと一歩ステップアップする、そういう撮り方をするとね、ぐんと作品が味わい深いものになっていくんだと思います。僕の考え方はこれ僕個人の考え方です。誰に教えてもらったわけでもないんですけど、写真で撮って遊んでると自然にこうなってくるんじゃないかと思うんです。特にモノクロでやってるともうねシャドウでぶっ潰して影ばっかりにしても面白かったりしますし、一部分だけ露出があって他ぶっ飛んでるような写真も面白かったりするんですよ。わざとねあのライトをガンガンに当てて一箇所だけねそのめちゃくちゃその光を当ててそこに適正露出を当てたら周り真っ暗なんじゃないですか。そういう写真もねありなんです、面白い写真を撮るために、露出で、いろいろとやってみると。でデジタルカメラ、今デジタルカメラがありますんで、まずねフィルムでいきなりねあの遊んでるとフィルム代いくらってもならないですから、マニュアルをね、デジタルカメラ一眼レフのデジタルカメラとかマニュアルモードにして、わざとで、そういうのを狙ってみて遊んでみてはどうですかね。ぐっと写真の腕が上がっていくと思います。はい、僕の腕は大したことはありませんがそれではね、ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはね初投稿ひだまりフィルムさん、はじめまして、いつも動画を楽しく拝見させていただいております。作品を募集されているとのことで私からも、募集応募させていただきますので、ね、タイトルは「暮れ始めの休息」、カメラ富士フィルム X プロ3、レンズがね XF56mmF1.2R APD-C 高いレンズですね。作品なんですけどもね、縦構図でね、前ボケを利用しつつ、これどっかのね公園かなんかの休憩所か、何かを撮られております。もうあの夕刻かなんかで、斜めからね優しい光が入ってきてるところをねうまく撮っておりますね。これねあの前ボケがね印象的でねいい作品になっておりますが、もうちょっとなんか欲しかった、もうちょっとなんか欲しかったかな。何が欲しかったかって言われると難しいんですけどね、綺麗な写真にはなってるんですよね。はい、ちょっと難しいなごめんなさい。ひだまりフィルムさんありがとうございます。次が指名園さんの、作品2枚。1枚目がね傘を持つ人持たぬ人、2枚目がね反転世界ってことで、カメラはどちらもねニコン D5600、 レンズ AFP-DX=1855F3.5 から5.6GVR、なんですけど、この2枚なんですが、
どちらもね、タイトル画面級の作品が来ました。これね、1枚目ね、あの絶妙にね、人がね動いてブレてるところをね、あが素晴らしいです。2枚目もね、この異次元空間にね引っ張り込まれるこの感触、いやお見事というしかないですね。というわけで、ものすごく悩みますが、モノクロ写真好きなんで、好みだけで、1枚目、の、傘を持つ人、持たぬ人、この写真、次からタイトル画面にさせていただきます。ありがとうございます。しめさん、ありがとうございます。次がね、ノブックさんから、タイトルがね、チューリップ畑、カメラニコマート FTN、レンズズームニッコール35200F3.5から4.5、F8 シャッタースピード1秒で撮影したということで、これ早朝かクレッターとかわからないんですけどね、チューリップ畑を撮影しておるんですけども、向こうから光がちょっと反射するような感じでチューリップを照らしてますね。僕的にはね、これでもまあいいんですけど、もうちょっと寄って縦構図にするかな、僕だったらそうするかな。これフィルムが何かわからないんですけど、ちょっと柔らかい感じでね、あのまあ時間、撮影時間的にもそうなんでしょうけどね、柔らかい感じでいい感じに撮られておりますね。ノブックさん、ありがとうございます。次がね、時神さんかな。これ組写真2枚、2枚の組写真で、タイトルがね、幻覚と覚醒、カメラがね、オリンパス XA、富士のね、C200 を、フィルム使用されております。これね、どういうことかというと、これね、絞りを変えてあるんですね。 XA 絞り優先なのかな。で、1枚目がね、絞りが 4.2 で、2枚目が11で撮影していることで、1枚目は背景ボケが出てね、で2枚目がパンフォーカスになってますね。まあ、そんなわけで、幻覚と覚醒っていうことなんですね。どちらがお好みかっていう感じなんですけどね、やっぱね、11まで絞るとね、パリッと、した描写になっておりますね。1枚目にね、F4.2 の方は、ピントが合ってるところも若干甘い感じにはなりますね。これ面白い組み写真ですね。はい、時神さん、ありがとうございます。最後にミッシェルさん、3枚組の組み写真で、暑い日に負けずにいつもありがとうということで、1枚目と2枚目はリコー L2K F コダックプロイメージ100、3枚目のみ実ったハイマチック 7S、富士記録400ということですね。おたきさんも暑い中お疲れ様です。お体を大切にということですけど、大丈夫です。僕はね、どんなに暑くても、どんなに体調悪くてもね、食欲がたくさんあるんで倒れません。写真なんですけどもね、これね、もう僕の街にもね、よくある光景です。これね、ほのぼのとしたね、写真が3枚、これいい感じ。これね、こういう組写真案外ね、コンテストに通ったりしますよ。街のね、雰囲気をね、よく出してる、いい組写真だと思います。はい、ミシェルさん、ありがとうございます。今日の作品投稿は、ここまで。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ドリームロコモーティブさんの俺のカメラ、今回は俺のカメラへの投稿です。やったやっちまったのコーナーでニコン F90X を紹介していただきましたが、その後動作品の F90X を無事に入手できました。休日に部屋の窓からいい感じの光が差し込んでいたので、入手した F90X と動かず部品取りになって F90X を並べて撮影しました。最初に購入しジャンクとなった F90X についてきたタムロンの A03-28200F3.5から5.6 をつけて試写もしたので、作例もお送りします。塩フィルムフォーマッパン100クラシック、D76 自画現像、タムロン A03 も高倍率ズームにしては意外に良い写りで、今後出番が多くなりそうです。確かにそうですね。これね、高倍率ズームで、まあ、ちょっとボケがざわっ
ことはしてますけど、十分許容範囲、解像度もなかなかですね。これ、まあ、カラーで撮ったら渋さとか出るのかもしれない、ちょっと分かんないけど、意外にいけますね、意外にいけますねっていうか、この手のね、28200mm、タムロの 28200mm とか、まあ、現役で販売されてた当時からよく言われてたんですね。これが本当に高倍率ズームの写りかみたいな感じのことはよく言われてた、記憶がありますね。はい、ドリームロコモーティブさん、ありがとうございます。今回の俺のカメラの画像、次回からタイトル画面とさせていただきます。はい、今日はね、やったやっちまったのコーナーはお休みです。まあどうだったでしょうかね。前回のね、このマミヤ RB67 のね、動画でコメントからね、発覚したんですけど、僕の動画どんだけプロの人見てんねんって話なんですね。プロカメラマンたくさん見てんじゃんと思って、そのプロカメラマンがたくさん見てる動画の、で動画でね、アマチュアの僕が露出のことをね、くんだらで語るというね、暴挙にね暴挙に出たわけなんですけど、いかがだったでしょうかね。こんなこと、まあどっちかっていうとね、そのあんまりその何ですか、深くカメラに入ってない人、露出のことをよく分かってない人、特にね、最近中学生とかもね入ってきてますから、中学生にはねちょっとね、今回の露出の話はちょっとレベルが高すぎてチンプンカンプンだったような可能性もありますけど、まあ、スポット速攻をね使いこなせっていう動画の方をね、見ていただければね、より浅いところから入っていきますんで、なんだっけ、再生リストの、撮影技術のところからね、ぜひ見ていただければと思います。で、再生リストのね、撮影技術のところね、他にもね、印象的な写真の撮り方っていうのでね、いろいろ語っておりますのでね、まだまだ、伸ばしたい、自分の技術を伸ばしたいっていう人はね、まあ、ちょっとは参考になると思うんでね、見ていただければと思います。結構ね、その参考になるっていうのは、これ F1 の話ですけど、本当にね、上を目指す人ってね、どんなことでもね、ハングリーに、ね、飛び込んでくるんですよ。アイルトン・セナっていう人がね、昔いましたけど、アイルトン・セナとね、中島悟がね、チームメイトで組んだ時ですね、87年かな、ロータスで、一周タイムが2秒も遅いね、中島のデータをね、アイルトン・セナが食い入るようにね、調べてたらしいんですよ。結局ね、その2秒も遅い中島悟からも何か得るものはないかっていうふうにね、アイルトン・セナは探していたんですね。上の世界を目指す人はね、どんなとこからでもね、何か得るものがないかで探し続けます。これは写真も一緒だと思います。だからね、僕のね語りで、何か参考になるものがあればね、ぜひね盗んでいただければと思います。全然参考になんねえって言うんだったら、素通りしてもらって結構です。はい、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうかね。で、次の動画はね、通常のルーティンになっていきますけど、多分こいつの動画いきます。これ久しぶりの、プラカメコンパクト、ニコンのね、ズーム 500AF っていうニコンのねコンパクトカメラね、結構な高値になってるんですけど、なぜかこれね、徳島のハードオフで200円だったんですよ。で、感動品でした。電池入れたら普通に動きました。なかなかいい写りっぽかったんでね、面白いんじゃないかと思います。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。この動画、高評価とね、コメントに支えられております。高評価もね、押すだけなんで、ポチッとね、押していただければと思いますし、コメントはね、暇な方、ぜひぜひね、コメント待ってますんで、ちょっとね、立て続けに動画をアップして、コメントが溢れてるんでね、返信遅れてますけど、基本的にね、見落としさえしなければ全部返信する予定でおりますので、ぜひぜひコメントをお寄せくださいませ。またね、チャンネル登録ね、かなり結構最近伸びてることは伸びてるんですけどね、3000名に到達すると、カメラプレゼントね、まあ、フィルムカメラになりますけど、カメラプレゼントをやりますんでね、もう3000名結構間近になってきてるんで、ぜひぜひチャンネル登録、お願いします。はい、それではまたね、次の動画までお待ちくださいませ。ごきげんよう。さようなら。